旦那とは会社の同僚だった。同じ部署に入社した同期だったが、旦那は大学を一浪して入ったので、旦那の方が1歳年上。同じプロジェクトなどをこなしていくうちに、だんだんと距離が近くなり、気づけば交際がスタート。その後、数年付き合った後、旦那からプロポーズされ結婚した。その時は幸せな家庭を旦那と築けると思っていた。しかし、ねえ、俺の靴下どこ？タンスの2番目の引き出しにあるっていつも言ってるでしょ。取ってきて。こんな風に蝶がつくほどめんどくさがりや。他にも、ねえ、晩ご飯まだなの？俺もう腹ペコだよ。私だって仕事して疲れてるんだから我慢して、すぐ用意するから。ああ、もう我慢できない、カップ麺食おっと。え、ちょっともうすぐできるのに。こんな感じで自分勝手。家事は全くしないし、たまに洗い物を頼んでもものすごく嫌そうな顔をしてやる。しかもガチャガチャうるさいし、シンクの中で食器を割ったこともしょっちゅう。結局仕事が増えるだけなので、私が全ての家事を行っている。そんな中、私は妊娠をした。妊娠を機に退職、そして私は子供が生まれるまで実家に帰ることにした。このまま旦那と一緒に住んでいると、家事をしない旦那を見てストレスがたまり、妊娠中の身には良くないだろうと思ったのと、単純に実家で一度落ち着きたかったから。この作戦は功を奏したようで、ほとんどストレスなく日々を過ごせた。しかし旦那からは時々、部屋が汚いんだけどと LINE が来ていた。いや、自分で掃除しろよって何度思ったことか。っていうか、まず普通子供について聞いてこない？それに1回ぐらい様子見に来てもいいじゃん。ほんと信じられない。実家にお世話になって3週間が経った頃、ようやく旦那から子供について聞かれた。赤ん坊の調子はどうなの？赤ん坊って、ちゃんと2人で考えた名前があるのに、どうしてその名前で呼ばないの？めんどくさいな。俺は仕事で疲れてるんだよ。細かいこといちいち突っかかってくんなよ。私は心底腹が立った。そんな言い方するならいっそ別れてやろうか、そんなことも考えた。しかし離婚については両親から早まるなと止められ、行動には移さなかった。ただ旦那の無関心さには私の両親も腹が立っていたようで、両親直々に旦那へお怒りの連絡が入った。こっぴどく叱られたようで、それから週に1回程度だが、旦那は実家に顔を出すようになった。って言っても終始嫌そうな顔だし、口数も少なかったけど。早く帰りたそうにしていたのが丸分かりだったけど、とにかく出産に集中したかったので、私は何も言わなかった。私の母が、旦那ならもう少し自分の嫁が辛い時にサポートしてあげようと思わないの？と陰で説教していたことを後になって聞いた。それからさらに1ヶ月ほど経った時、私はついに出産。元気な双子が生まれた。男の子と女の子。生まれてすぐ旦那から LINE が来た。いつ家に帰ってくるの？私は呆れた。まず子供が生まれたことを喜べよ。本当ありえない。私はすぐに家に帰りたくなくなったので、もうしばらく実家にお世話になるつもりと返事をした。そしたら、洗濯物溜まってるから定期的に掃除しに来て、だって。どこまで自分中心なんだよ。ほんと自分のことばっかりね。私の体調を気遣ったり、子供のこと聞いてこないの？何？なんか体調悪いの？子供もなんかあったの？そういうわけじゃないけど。じゃあ何の問題もないじゃん。もう呆れて物も言えなかった。出産後にしばらく実家に世話になったおかげで、体力的にも気持ち的にも回復。久しぶりに自宅に戻った。私が腹立って1ヶ月ほど1回も家に帰らなかったもんだから、家は荒れ放題。泥棒でも来たのってくらいに荒れてた。旦那に怒る気力もなかったので、私はひたすら掃除に洗濯をした。完璧に綺麗になるまで丸2日もかかった。その間旦那は一切手伝ってくれない。まあもう驚かないけど。私も働く旦那に普段から家事育児をしてほしいとは思っていない。専業主婦になったからには、私がそれらを中心にやるのは当然だと思っている。それでも少しくらい気遣っている素振りやねぎらいの言葉ぐらいは欲しいと思ってしまう。体調が悪い時に起こされて、ご飯は？と言われた時は本当にぶっ飛ばしたくなった。
私が顔色を悪くしてふらつきながら子供の世話をしているのに、自分はビールを飲んで、なんかつまみないと言ったりした時もあった。本当は自分以外に興味のない人だ。そして子供にもあまり興味がなさそうで、私が娘が立ったよと言っても、今疲れてるからと旦那。息子がママって言った。この前もママって言って呼んでたよ。早く言えよ。その時私に知らせろよ。根本的に価値観が違うのか。旦那は会社ではものすごく仕事ができた。そして顔もイケメンだった。当時若かった私は性格よりもそこを重視してしまった。稼ぎがいいイケメンなんて最高じゃん、そう思って舞い上がっていた。しかし旦那は思うように出世しなかった。子供たちは成長してどんどんお金が必要になっていくのに、給料は上がらなかった。それもそのはずで、旦那は自分にしか興味がないタイプ。多分職場でも周りへの気遣いが下手なのだろう。だから新人の頃のように仕事を与えられるだけの時は優秀だが、実際に人に指示を出したりするのは下手なのだ。家でも心ない言葉で私を傷つけているのだから、きっと職場でもひどいことを後輩に言っているに違いない。双子が生まれて2年後にもう一人子供が生まれたので、旦那の給料が上がらないのは正直きつかった。でも今子育てがかなり大変なタイミングで、私が仕事を始めることは難しい。だからものすごく節約に励んだ。1週間の献立を前もって決めて、スーパーは週に1回行くだけ。使える金額も設定してそれを超えないようにした。あとこれは奥の手だったけど、子供たちが小さい頃は平日の日中によく実家にお邪魔させてもらって、お昼を食べさせてもらうこともした。両親も孫に会えることがとても嬉しそうだったので、お互いウィンウィンということで勘弁。そういった地道な努力が功を奏し、私が専業主婦の状態で子供たちは皆中学生に。長女は料理も手伝ってくれるようになり、なんなら休みの日なんかは自分で兄弟の分のお昼を作ってくれるほどに。そのおかげでだいぶ子育てや家事の負担が減ったので、私はパートに出ることにした。9時から15時までの銀行の事務の仕事に就けたので、ちょうど子供たちが学校に行っている間に働ける時間帯だった。だから子供たちにも寂しい思いはさせなかったし、会話やコミュニケーションもできる限りした。そのおかげで子供たちとはとても仲のいい関係を築くことができている。私に何でも相談するし、兄弟仲もいい。反抗期も大したことなく優しい子たちだ。しかしそんな子供たちも父には懐かなかった。まあ当たり前といえば当たり前だ。だって旦那は子供たちとの会話よりも見たいテレビや漫画を優先していたし、学校の話などを自分から子供たちに聞いたこともない。子供の運動会にすら私に、俺も行かなきゃいけないのと言ってきたほどだ。子供たちだってバカじゃない。自分の父親が自分たちに興味を持って接してくれているかどうかなんてすぐにわかる。私は旦那にはもう期待していなかったが、それでも離婚しなかったのはやはり私一人だけでは子供たちを養えないと思ったから。子供3人を育てるにはパートじゃとてもじゃないけどやっていけない。かといってまだ中学生の子供たちを留守番させて夜遅くまで働くわけにもいかない。だから私は子供たちが大人になるまで耐えることにした。数年が経ち、子供たち全員が高校生になり、上2人は受験生になった。ある日、私が双子と進路の相談をしていると、旦那がその様子を遠くから見ていた。そして次の日から、やたらと子供たちに話しかけるようになった。なんだろう、とても気味が悪い。無理やりに家族団らんに入ろうとしている姿は滑稽で哀れな感じだった。子供たちも戸惑っていた。長女なんて正直気持ち悪いと私にボソッと言っていた。その日の夜に私が旦那と二人きりになったタイミングで、一体どうしたのって言うと、え、何が？だって。絶対おかしい。私は昔一緒に働いていた同期で、まだ同じ会社に勤めている人に連絡を取ってみた。すると同期は最初、いや、俺は何も知らないからな、と何やらごまかしていたが、私が何かあるの？と問い詰めると自白した。なんと旦那は会社の同僚と不倫をしているらしい。同期は現場を目撃したことがあったらしく、でもよその家庭や恋愛に口を出すつもりはないとして黙っていたらしい。私はショックを受けた。家庭を顧みなくても、せめて不倫だけはしないでほしかった。
私は一線を越えた旦那が許せなかった。私はそれから更新所に旦那の浮気調査を依頼。すると出てくるいろんな証拠が、そして驚きの事実が判明。なんと旦那はもう18年ぐらいその相手と不倫をしていたのだ。私は事実を知った時腰を抜かしそうになった。18年といえば子供が生まれた時ぐらいだ。今まで全ての合点がいった。旦那は不倫をしていたから子供たちにほとんど興味を示さなかったのだ。旦那は相変わらずどぎまぎしながら子供たちに話しかけていた。子供たちも少しずつ心を開きかけていた。冗談じゃない、今さら父親面して何のつもり。ずっと家族を騙して不倫していたくせに。私は週末のある日に子供たちにお父さんと大事な話があるからと言って私の実家に行ってもらった。両親には説明していたので車で子供たちを迎えに来てもらった。子供たちは急に何と言っていたが、私の目があまりに真剣でただ事ではないと思ったのだろう。すぐに了承して車に乗り込んだ。旦那は一体なんだよ話って、しかも子供たちを実家に預けてと面倒くさそうに言った。私は更新所で集めた不倫の証拠をテーブルに置いた。今までずっと家族を騙していたのね。不倫の証拠を見て口ごもる旦那。18年間も私を子供たちを騙してたのね。それは私あなたとの結婚生活ではいっぱい我慢した。子供に興味を示さないのも、家事や子育てに何のねぎらいの言葉がないのも、給料が低いことも。あなたには途中から期待もしなくなった。仕方ない、こういう人なんだって。でも全部不倫してたからだったんだね。私が必死になって節約してたのに、あなたはその間に不倫相手と遊んでたんでしょ。私が体調悪くなりながらも子供の世話をしてた時も不倫相手のこと考えてたんでしょ。本当最低。あんたなんて地獄に落ちればいいのに。私は思いのままに溜まっていたものを全て吐き出した。すると旦那は許してほしい、すまなかったと謝った。俺確かに不倫していた。相手の女性は一緒にいてすごく落ち着くというか相性が良くて、結婚願望もない人だからずるずると付き合ってしまった。このまま関係が続くんだろうなと思ったら彼女突然結婚してさ、もう別れようって言われた。だから私は心底腹が立った。そして罵声を浴びせようとした次の瞬間、玄関の方から大声が聞こえてきた。だから今度は私たち家族と仲良くしようとしたわけ。ほんと最低。あんたたちどうしてここに。おばあちゃんに頼んでここで待機してもらったの。大事な話ってきっと離婚話だろうなって思ったから。お前たち。あんた最低だな。自分のことしか考えてない。せっかく返ししてくれたと思ったのに。もう顔も見たくない、気持ち悪い。あんたなんか私たちの父親でも何でもない。そんな。自分のやってきたことを振り返りなさい。あんた今更家族として受け入れてもらえると思ったの。子供たちはこれからも今まで通り私が責任持って育てるから。そう言って私は離婚届を突きつけた。旦那は味方が誰一人いないことにショックでうなだれていた。その後離婚は無事成立。私は旦那と不倫相手から400万円ずつ慰謝料を取ることができた。旦那は私が今回の不倫の件を会社に報告したことで、もう出世が見込めない窓際の部署に送られたらしい。不倫相手に至っては研究の上地方に飛ばされたらしく、結婚早々に遠距離になったんだとか。本当いい君だ。一方私は実家に戻り子供たちを育てることに。運よく銀行の事務の仕事でパートから正社員にしてもらえたので給料が大幅に上がった。そして長女と長男がどちらも国立大に受かってくれたので慰謝料から学費を賄えることができそう。次男もお兄ちゃんたちのように勉強頑張ると言って日々熱心に学業に勤しんでいる。旦那に裏切られたのは辛かったが、子供たちがとても頼もしくいい子に育ってくれてよかった。また私自身はというと、職場の人と新しい出会いがあり交際を始めている。向こうもバツイチで私の子供たちと同い年ぐらいの子供がいるのだが、お互いの子供たちが成人したら結婚しようかと話している。
いかがでしたか？最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。